こんにちは、リリナナです。今日はあまり糸で簡単なポーチを作っていこうかなと思います。今回使うのがこちらダイソーさんのコットンヤーンの極太、こちらが残っているので、こちらとあとはセリアさんのこちらマリーナブークレー、こちらも残っているのでこちらを使っていきたいと思います。で、マリーナブークレーの方が糸が細いので、こちらを8号針5ミリこちらを使っていきたいと思います。で、こちらのコットンヤーンは7号針の4ミリこちらを使って、ちょっと号数を変えながら編んでいきたいなと思っています。はい、ではまずはマリーナブークレーで底を編んでいきたいと思います。円底を編んでいこうかなと思うので、まずは8号針5ミリを使って編んでいきます。一度キュッと引き締めたら、ちょっと長めに出して鎖を1つと中長編みを編んでいきたいので、もちろん鎖2目で立ち上がりをしても大丈夫です。で、引っ掛けて輪の中に針を入れて糸を持っていきます。3本一気に引き抜くという感じで10目編んでいきたいと思います。今1目編んだので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目編めたら輪を引き締めます。糸端と同じところから出ている糸があると思うので、そちらを引っ張って、で、輪を引き締めたら針を戻します。で、一番最初の中長編みの頭なんですけども、最後に編んだところから数えて10目目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目目の頭に針を入れて引き抜きます。で、ここから普通の円の編み方と同じで編んでいきたいと思います。私はちょっと長めに引き出して鎖を1つ、で、引っ掛けて引き抜いたところと同じ目に中長編みを2目、1回2回で、もし分からなくなりそうな方は一番最初の中長編みの頭にマーカーをつけておくといいと思います。で、次の目にも中長編みを2目という感じで、中長編みを1つの目に2目ずつ編んでいきたいと思います。ちょっと見づらくて申し訳ないんですけども、円の方を編んでいきます。はい、中長編みを2目ずつ編んできました。で、目数で言うと10の倍なので20目になっていると思います。で、一番最初のマーカーのところに針を入れて引き抜きます。で、次は3段目、3段目は増し目、増し目中長編みという感じで編んでいきます。ちょっと長めに引き出して鎖を1つ、で、引っ掛けてまずは中長編みを2回、1回2回で、マーカーをつけておきます。これ分かる方はつけなくて全然大丈夫なんですけども。で、次の目には中長編みを1つ、で、これを繰り返します。中長編みを1つの目に2回、で、中長編みを1つという感じで、ぐるっと2回1回2回1回とぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んできました。で、マーカーのところで引き抜きます。
で、底の部分はこれで終わりにしようかなと思います。中長編みを3段だけですね。で、だいたいサイズの方が 7.5 ぐらいになっています。で、ここから増減なしで中長編みを編んでいきたいと思います。ちょっと長めに引っ張って鎖を1つで、1つの目に1つずつ中長編みを入れていきます。残りあと少しなので、このまま少しだけ高さを出して編んでいきたいと思います。では中長編みを数段入れていきたいと思います。はい、5段目の一番最後の目の未完成で終わっています。で、糸がこれだけもうギリギリでした。で、糸を一番最後引き抜くときに色を変えたいと思います。 1,2,3,4,5 5段私は編んでいます。で、新しい糸をつけて引き抜きます。で、一番最初の中長編みの頭、ここに針を入れて引き抜きます。で、次は号数を変えて編んでいきたいと思います。7号針の 4mm、 ちょっと細いかなとも思うんですけども、こちらで編んでいきたいと思います。まずは鎖1つで立ち上がって、1つの目に1つずつ細編みを入れていきたいと思います。後ろのものは編みくるみながら1周細編みを編んでいきます。はい、ぐるっと細編みを編んできました。で、一番最初の細編みの頭ですね、引き抜いたところがあって立ち上がりで、最初の目に針を入れて引き抜きます。で、次から模様編みを入れたいんですけども、もう簡単なもので、鎖一つで立ち上がって、まずは普通の細編みを編みます。で、次は筋編み、向こう側1本だけで、これを繰り返していこうかなと思います。細編みで、筋編み、細編み、筋編み、少し編み地に変化をつけるような感じで編んでいきます。細編みと筋編みを交互で編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと細編み、筋編みと編んできました。で、一番最初の細編みの頭ですね、引き抜いたところがあって立ち上がりで、最初の頭に針を入れて引き抜きます。で、次は筋編み、細編みという風に逆のことをしていきます。鎖一つで立ち上がって、今度は筋編みからスタートで、次は細編みで、また筋編みをして、で、細編みで、こんな感じでしばらく編んでいこうかなと思います。7段目と8段目を交互に編みながら、しばらく高さを出していきたいと思います。細編み、筋編みの段と筋編み、細編みの段、交互で編んでいきます。はい、13段まで編んできました。で、バランス的にこのくらいでちょうどいいかなって思います。で、残ってる糸がこれだけなので、一番上に引き抜き編みをしたいんですけども、この上にまた細編みの段を入れて引き抜き編みをするとちょっと糸が足りないかなと思うので、ここで終わりにしたいなと思います。で、あと一つ残っていたんですけども、これを使ってしまうともうちょっと長くなって、私はコロンとした感じが好きなので、これはまた次回に持ち越しという感じで置いておきたいと思います。
では模様はこんな感じになっています。普通の細編みと筋編みを交互で入れています。では次から引き抜き編みをしていきます。立ち上がりをせずにこのまま引き抜いたところの隣、ここに針を入れて引き抜いてしまいます。ここが一番最初という感じで、立ち上がりをせずに編んでいって分からなくなるので、ここにマーカーをつけておきます。で今度は隣という感じで、一つの目に一つずつ引き抜き編みをしていきます。引き抜き編みじゃなくても何でもいいんですけど、ではぐるっと一周編んでいきます。はい、では最後の目まで編んできたので、ここで糸処理できる分残してカットします。チェーンつなぎをしていきたいと思います。で余った糸がこれだけですね。でこちらのマーカーがついているところ、ここに針を入れて、でこの糸が出ているところと後ろ側、こっちに足してしまいます。でキュッと引っ張りすぎずに引っ張る感じ、両サイドと同じぐらいの大きさになるように整えて後ろで処理をします。で他の部分も糸処理があるものは処理をしてきます。はい、糸処理をしてきました。でそしたらボタンをつけていこうと思います。立ち上がりを後ろにして、でだいたい真ん中あたりにこちらのボタンをつけていきます。はい、こんな感じでできました。で後ろにはヘアゴムをつけちゃいたいと思います。はい、全体はこんな感じになっています。でだいたいサイズが横が10センチぐらいで、高さが7センチ、底も7センチぐらいになっています。で一玉という一玉って言わないか、中途半端なものが一つ余ってしまったんですけども、これはまた後で使いたいと思います。で今回は余っている糸を使いたいなということで、違う種類の糸だったので針の号数を変えたりとか、あとは編み方、細編みで編むよりも中長編みで編んだ方がちょっと幅が広くなるので、合わせるのにはいいかなと思って下の中長編みにしたんですけども、結構余り糸だけどこれ一つじゃポーチは作れないよなとか、何を作ればいいのかなっていう時って結構あると思うんですけど、私はそういう時はなるべく似たような太さの糸と組み合わせるとか、あとは似たような太さだったら号数で調節したり、針の号数を1号下げてあげたり1号上げてあげたり、あとは細編みを入れたいなと思ったら細いものでは中長編みを入れたりとか、それちょっと微調整できるぐらいの太さを選ぶといいかなと思います。あんまりサイズが違かったりとか太さが違かったりとか大きさが結構あったりすると、何センチに何目入ってるかなって計算したりもするんですけども、小さいものとかちょっと手軽に作りたいなっていうものだったら、同じぐらいの糸の太さでかぎ針の号数を変えたり、あとは細編みにするとか中長編みにするとかすると、ちょっとバランスをよく編めるんじゃないかなと思います。
もし余っている糸で何に使おうかなっていうものがあれば、似たような太さのものを合わせてあげて、針の号数をちょっと1号2号変えながら編んであげるとうまくいくんじゃないかなと思います。もし何か参考になれば嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。